ノイシュバンシュタイン城ノイイシシュュバンシュタインタ城はドイツのバイエルン州に位置する有名な19世紀の城ですそれは世界で最も象徴的な城の一つであり人気のある観光地となっています ノイシュバンシュタイン城はバイエルンのルートヴィヒに西欧によって発注されドイツの作曲家リヒャルトワーグナーへの秘書地と敬意を表すために建てられました建設は1869年に始まりルートヴィヒの死去時点では完全に完成していませんでしたルートヴィヒの死後 城はすぐに一般公開されました城は建築家エドゥアルト・リーデルによってロマンティックな建築様式で設計されましたさまざまな中世の城からインスピレーションを得ており複数の装飾的な塔灯籠およびバルコニーが特徴です。 城の外観は複雑な彫刻や装飾的な要素で飾られており、内部には緻密な調度品を備えた豪華な部屋が展示されています。ノイ出版ッシュタイン城は、ドイツバイエルン州南西部の方、エンシュバンガウ村の近くにある険しい丘の上に位置しています。それは絵のようなアルプコを見下ろし、 美しい山々に囲まれておりまさに景勝地となっていますノイシュバンシュタイン城は文化的に重要な影響を与えていますそれはディズニーランドの「眠れる森の美女の城」のインスピレーションとなり多くの映画や美術作品に登場しおとぎ話の城の象徴的なシンボルとなりました 現在、ノイシュバンシュタイン城は毎年数百万人の訪問者を魅了しています。ガイド付きツアーが提供されており、訪問者は城の内部を探索することができます。贅沢な王の寝室や玉座の間、様々な他の部屋を見学することができます。 村からの短い散策やや馬車やシャトルバスにに乗るるここととで、で城に到着することができます。がきまノイシュバンシュタイン城は人気のある観光地ですが訪問時間やチケットの入手可能性に関する最新情報を確認するために公式ウェブサイトをチェックすることがおすすめです私がこの壮大な城の仮想ツアーを案内します では始めましょうノイシュバンシュタイン城は19世紀にバイエルンのルートヴィヒに西王によって建設されました建設は1869年に始まり王の個人的な西洋地としての役割を担うことを意図していました この城は中世の建築に触発され、ルート・ヴィヒがリヒャルト・ワーグナーの音楽に対する敬愛を示すために設計されました。城に近づくにつれて、息を呑むような山々に囲まれた丘の上にあるその壮大な場所に気づくでしょう。城の外観は、まさにおとぎ話のような姿で、真のスペクタクルです。 白い石灰岩の壁、そびえ立つ銭湯、絵のようなバルコニーは、見る価値がある光景です。ツアーを始めるには、城の中庭から始めます。ここからは建築の細部を鑑賞する絶好の視点を得ることができます。装飾的な彫刻や華麗なバルコニー、 そして城の正面入り口を鑑賞してくださいさあ城の中に足を踏み入れましょう最初の見どころは玉座の間ですここは壮大なホールで豪華に飾られた壁壮大なシャンデリアそして大きな玉座があります この部屋のデザインはビザンチンとロマネスク様式の影響を受けています。次にルートヴィヒ2世の贅沢な趣味が反映されている王の寝室を訪れます。ベッドは天蓋付きであり、壁は複雑な木工や絵画で飾られています。歌手のホール。 この壮大なホールはワーグナーのオペラ音楽に敬意を表して設計されましたここではワーグナーのオペラの場面を描いたカラフルなフレスコ画がありパフォーマンスのためのスペースとして利用されています銀融詩人のホールさらに探索を進めると銀融詩人のホールを訪れますここは 複雑な木のパネルと様々な楽器を描いた美しい天井が特徴の素晴らしい部屋です。マリエン橋とパノラマの景色ツアーを終える前に、近くのマリエン橋について触れておかなければなりません。城からは徒歩で短い距離にあり、 ノイシュバンシュタイン城を異なる視点から息を飲むような景色を楽しむことができます。この橋は素晴らしい写真撮影場所です。周囲の自然美を背景として城を撮影することができます。これでノイシュバンシュタイン城の仮想ツアーを終了します。 もし将来的に実際に訪れる機会があるならば、その美しさと魅力に心を奪われることでしょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。